丈夫ですよ、あずき。まさか、ここ夏に続いて、あずきともこうなるとは、予想外でしたが。兄様も、私の猫たちに、すっごりメロメロではないですか。よきかな、よきかな。なあ、その、まあ、長い猫背、何があるかわかんねえってことで一つ。兄様は、お堅い方だと思ってはいましたが、情が移ると、もろいのですね。そんな情の深さも、ギャップも、妹心にギュンギュン来てしまいますわ。何をおっしゃいます。どこに謝ることなどございますか。あずきもココナツも兄様におかぼれしているからこそ。とはいえ、確かに人ならば許されぬ道理も倫理も法もありますでしょう。しかしショコラもバニラも、あずきも、ココナッツも猫、猫なのです。兄様は、私の猫たちが求めるまま、寵愛をくださっただけなのです。これを、合法ハーレムと言わずして、何と言いましょう。ああ、素敵、素敵な家族愛にございます、兄様。さあ、もっと声を大にして叫びましょう。ここが、こここそが、兄様と私の猫パラダイスであると。 Hey brother! Let's say 猫パラダイス! Ooh yeah! Ooh yeah! 今の決まっちまってるしぐれに何言っても無駄だぞ、歌唱。こうなっちまった以上は、もう腹くくるしかねえし。わかる。その気持ちよくわかるよ、お姉ちゃん。今お姉ちゃんの気持ちが一番わかるのは僕だもん。なんて返事すりゃいいかわかんねえけど。大丈夫、姉妹だもん。何も言わなくていいよ、お姉ちゃん。まあ、だったらそれで。あずちゃんもなっちゃんも歌唱さんの恋猫になっちゃうなんて、ちょっと羨ましいですね、めいちゃん。なんでそこで私に振るわけ。別に私は羨ましくなんてないよ。そういうの興味ないし。またまたそんなこと言っちゃって。めいちゃんだってお年頃の猫なんだからね。そのお年頃の猫にゃんだから。そんなめいちゃんが、普段クールぶってるめいちゃんが、ダメ、めいちゃんがそんなエッチなことにゃんで。シナモン震えちゃう。あんたのそういうとこちょっと引くわ、本気で。何事ですか。先輩猫としてもっと兄様を虜にする膨張術とか教えてあげなさいな。膨張術？何それ。
どういうこと？私知ってる。なんかエッチなやつ。にゃはー。しぐれちゃんは朝からエッチだにゃお姉ちゃん、やっぱり同じ人を好きになるって姉妹だよね。なんか嬉しいよね、そんなところも一緒なんてさ。いやいや、そういうもんじゃねえと思うけどね。そういうもんでもねえ。で、ココナッツ、あずき、兄様の寵愛はどのような感じだったのですか？そこのところはぜひ詳しく聞かせていただかないと。そんなの恥ずかしくて言えないよ、しぐれちゃん。そんなの人に話すもんじゃねえし。てか、私ももう何も言えねえからほっといてくれ。もう、ちくしょう。俺とも負けってこういうことか。ココナッツもあずきもよきかなよきかな。その女の顔もたまらないものですよ。みんなで仲良しは嬉しいですにゃー。ついにご主人様の計算力はショコラですよね。私はショコラと同率1位で我慢してあげる。ご主人はほんとエロかき系だからしゃあない。ほんとしゃあない。やはは、困ってるご主人様かわいいにゃ。私たちの猫なんだから、そんな浮気がバレたみたいに言わなくていいのに。ひょっとするとなんだけどね、このまま順番的に言うと、やっぱり次は私とめいちゃんになっちゃうのかな。あ、何よその順番って。私をそんな安っぽい猫みたいに言わないでくれる。でもだよ、むしろみんな一緒もいいなって思わない？バカ言ってんじゃないよ、思うわけないでしょうが。私から惚れて都合のいい猫になるなんてまっぴらごめんだし。私もネットで得た知識ですが、いろいろと教えてあげないとですね。そんないらねえから、もうほっといてくれよマジで。でも僕ちょっとだけ興味あるかも。でもだよ、姉ちゃん。だからしつこいっつーの。もうご主人様、ここらの時もゴロゴロなでなでしてくれなきゃ嫌ですよ。私も忘れてもらったくなる。猫は時々虫歯に洗ったりもする。さあさあ、よりみなずきの絆も深まったところで、本日のソレイユ開店しますよ。はい。